皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっこ、村民の用務だよ。今日もこの最初の人類ってなんだろうねと悩む世界で名誉挽回するために頑張っていこう。釣りは道具も場所も大切なんだ。釣り場抱え。フィッシングにおいて本当に必要なのは忍耐力だと知るがいいぜ。前回に村長が訪れたこちらの島、どことなく人の気配があったわけでござりますが。ほらね、だから言ったんだぜ、民家が見えたって。民家というか風車だな。すごい。こんな規模の町が普通に存在していたんですな。っていうか村長って、最初の人類なんじゃなかったわけ？どう考えてもこちらの世界はディストピアには見えませんな。案の角あり女神、この私にパチをこくとはいい度胸してんじゃねえか。ちなみに風車の内部はこんな感じでござります。柱だらけだね。凝っていると言っていいのか迷う作りしやがってよ。こちらの方には以前にお見かけした鍛冶師のファーガスさんがいらっしゃいましたぞ。原木を渡すと成長の石板をくれるハゲ君。うむ、渡す原木は一本でいいらしいからな。今度はきっちり必要分だけくれてやったぜ。ちなみにそれぞれの家屋についてはきちんと内部に入れるようになっておりました。ひ、なんかほんと自作できる家具よりも凝ったもんばっかだね。なんだこの扉、業者呼んでこい。タンスの他にベッド、それに敷物まで。これぞ人間らしい住まいってやつだぜ。村長が肌看護で放り出されていた時に、一般ピーポーさんたちはこんなリッチな暮らしをされていたんですな。はん、いっそ更地にしてやろうかとも思ったが、どうやらここにあるものは破壊不可能なようだぜ。ふひ、残念だったね。きっと神様に守られているのでしょうな。お空の島にはどうやったら行けるのかしら。今度大砲で飛ばしてやるよ。お空の島にはきっと天使様か神様がいるのだわ。お空に行かなくても村長の島にたくさんいらっしゃいますので。今度一匹持ってきてあげるよ。自由になりたい、誰よりも自由に。これは、またなんとも見慣れたものが、人が入れるくらいの檻がポツンと一個。そしてそこに強引に入ろうとする妙霊の男が一人か。く、あ、哀れな、行っちゃったんですな。そこのあんちゃんさ、助けてやんないのかい。俺は鳥になりたいんだ。そうか、できれば七面鳥で頼む。焼きましょう。わしが腕によりをかけて。意外とやんだ世界だね。このヒゲ面のおっさんは商人らしい。な、何やら挟まっておりますな。お腹がつっかえてるもんね。食べすぎだよ。絶妙な位置で持って挟まってるようなんで、話しかけることもできん。おヒゲが編み込まれております。おシャンティ。そうして走っていればそのうちにシェイプアップして出られるでしょ。あいつの家の玄関前にこっそりキャンプファイヤーを置いてやるんだ。あいつなんて大やけどしちゃえ。おいおいこの村やべえやつ多いな。こちらの村のリーダーさんは随分と寛容なんですな。私らの故郷じゃ放火魔に人権はないからね。さて、見るべきところは見たし、サクサクっとこの島の探索を進めてから、いよいよ時代を最後のステージまで進めるために、一度マイホームに帰還するとしよう。現状ですと、時代の進化は産業までしか進められないんでしたな。お、遺跡の試練も、また新しいのが出てきたぜ。週休の試練、要はサッカーか。時代進化と同じく、こういった試練についても、これから少しずつ発展していってくれることをお祈りしましょう。週休の試練、正確に狙うことができれば、クライル神も認めになるでしょう。ハンカ、お前も大変だな。わし、サッカーってあんまり詳しくないんですよね。私は横浜 FC のフーリガンを自称しているぜ。任せろ。我、ファンタジスタを読み込みし者なり、あれだろ、ちょっとぶつかっただけでも大げさに痛がっとけばいいんだろ。どんなスポーツなんです？ねえ、これって。もしかして、私バカにされてる？まあ初級編ですからな。これくらい単純な方があれがあれなのかもしれません。多分対象年齢高めだろうから、もうちょいいろいろ凝った方がいいと思うぜ。あ、村長。お手手を使うのは反則のはずです。あいにくとここには審判はいねえんだよ。キングカズは私のヒーローだよ。こちらの穴にたまたまお入れすれば、週休の試練はクリアーのようです。あの玉のデザインもそこはかとなく危うい感じがするぜ。光の加減でしょう。ちなみにここの試練じゃなぜか成長の石板はゲットできなかった。そこまで甘くはない、ということなんでしょうな。中級以上の試練なら石板くれるのかな？くれなくてもいいが、もうちょい歯応えのある内容にはしてほしいところだ。そんなこんなでこちらの島にある試練を攻略しつつ、村長のエリア探索はサクサクっと続いていき申した。なんかここの岩だけ違うぜ、色味が。うむ、なんというか懐かしいな、この感じ。ふふん、このひねりのない素直さ、まさしく和風 RPG ゲーならではといった感じですぞ。まあ、遺跡の中も素直すぎる一本道なんだけどね。ふむ。だがしかし、こいつは、一匹狼。ですか。ゴブリンやリザードマンみたいなモンスターじゃなく、普通の動物くんが警備しているのかい。しかも能動的には襲ってこないタイプか。雪山におられた北極狼さんたちとは種族、すなわち品種からして異なるようです。たった一匹でこんな誇り臭いところに住んでいたんだね。いいじゃねえか、気に入ったぜ。ちょうどモンスターボールも手元にあるし、この私のナウシカのごとき深すぎる愛でもってこいつの忠義を勝ち取り、北極狼に次ぐ我が愛郎として家族に迎えてやろう。
改めて考えてみると、瀕死寸前になるまで攻撃し、そしてとどめにたまたまをぶつけて捕獲という行為はなかなかにバイオレンス。これで強制的に懐いてくれるんだからなおさら闇が深いよね。でもってあのダンジョンにあった宝箱から気になるアイテムが出てきたぜ。ん？この二つの鉱脈は見たことない色しているぜ。あ。チタンのツルハシじゃあ弾かれるが、ダンジョンで拾ったこのプラチナのツルハシなら採掘可能なようだ。緑色の鉱脈はツルハシと同じくプラチナのようですな。なんだ、プラチナか。で、プラチナってなんぞ？漢字表記だと白金だとよ。白金？ほんと、白金にならなきゃいいですな。非常に安定した鉱石で錆や腐食にとても強く、金、すなわちゴールドと同じく王水以外じゃ溶けない物質らしいぜ。王水、知ってる、ここが使ってたぜ。そして今私がしれっと採掘したのがダイヤだな。ダイヤは割とメジャーですな。知ってる、砕けないやつだよね。なるほど、説明文にある内容をまとめると、この世界の鉱石ヒエラルキーはこんな感じのようだ。意外と刻んでおりますな。でも割とそこらで上位の鉱物が普通に見つかっちゃうから、一部の下位鉱石はほとんど存在感なく終わりそうだね。どうとか。ダイヤ以上はまだ加工はできんだな。この島の中央にある山脈、希少鉱物が豊富に産出される反面極寒なんで、体感装備必須だがちょうどよくモンスターキャンプがあってよかったぜ。いやいや、ごくり、ねえ、村長。その焼かれてるお肉ってもしかして。ああ、ヨウム、お前の予想通り、実はこの肉は殴るとアイテム化させることが可能。あいた。村長、油断しすぎです。こんなもん油断もクソもあるかい。壁貫通したぜ。ゴブリンハンター君もなかなかやるね。ふん、まあいい、慰謝料代わりに堂々とこの食べ頃に焼けた肉をもらっていくぜ。な、なるほど、漫画肉を叩きすると焼けた獣肉 ×10 個をゲットできるんだね。うむうむ、そんなこんなでざっとこの島の探索も済んだことだし、一度マイホームに帰還し、集めた成長の石板でもって我が能力を解放しつつ、最後の時代進化に臨むとしよう。ただいま。じゃあこの無理なのね。お帰りっておっしゃったんでしょうか。いつか殺すって言ったんだと思うぜ。ステータスアップは、まあスタミナの最大値でいいか。前回は気づきませんでしたが、よく見るとこちらのステータスアップは20回までしかできない仕様のようです。1回のステアゲに必要な石板の数は4枚だから、80枚あればとりあえずはカンストさせられるわけだね。1つのマップで入手できる石板の数はだいたい4枚程度なんで、島にして20棟くらいは探索する必要があるな。そして、いよいよ村長の時代もルネッサンスから現状上げられるラストジェネレーション。産業の時代に到達したわけだね。うむ、必要条件は現生チタンに紙電池、それに廃屋満タン、もう満タン、すべてきっちりと用意してござります。これで無数のアヌビス君たちが生産した電池も、ちょうど底をついたぜ。ああ、拠点周りをいろいろいじって自動化を図っていたら、世界、その目方が重くなってきたもんで、アヌビスたちには一旦糸間を与えてやったぜ。うっぷ。神鍋だね。こんな感じで畑をコンベアで持ってぐるっと囲み、そこに回転のこぎりを流してやるだけのシンプルな構造でも、十分に小麦を自動量産することが可能なようですな。最初に村長が落とされたチュートリアル島の方が空気が軽いんで、そっちに大きめの量産場をこしらえたぜ。白い煙をシュゴゴゴゴと増えているのが武装バー、チェストに接続することで、自動で射程内にあるアイテムをバキュームし、さらには格納までしてくれる優れものでござります。これとあとは奥に見える岩盤を掘削している機械、ドリルですな。あの平たい形の岩は、どんだけ掘りまくっても消えない無限岩盤らしいんだけど、そこにあのドリルを設置することで石や鉱石を自動で採掘できるようになるんだぜ。小麦や鉄に次いで、木や石も意外と使いどころが多いからな。いちいち集めるのもこれまた意外と面倒ってなもんで、いっそ我が邸宅までドリル&コンベアで持って引き込んでやろうと思ったのが運の尽き。このエリアに滞在できる限界時間は5分ってところだね。こちらの島、荒野に雪山、それに前後にボルケニックと、よくよく考えてみれば重くなる要素のオンパレード。うむ、もはや流されるまま、下手に体を動かすとそれだけで世界が崩壊しかねん。水辺の上を渡るようにコンベア、それにアーチで橋桁をこしらえて、自動掘削機で持って掘り出した石材を、村長の邸宅にまでどんぶらこと流していき、ベルトコンベアの終わり部分にコンテナを接続してやることで、そのまま倉庫の中に収納できるって寸法よ。でも、ぶっちゃけこんな大掛かりな感じにしないで、無限に掘り掘りできる岩盤近くにコンテナを設置した方が良かったですな。と言っても、もう解体することも困難だからな。重すぎて、島を移動すれば世界の重みも元に戻るんで、あと残り少し、このまま世界をごまかしつつ駆け抜けていってくださいよ。それでは、荒野から自動で掘り出されし石材たちが、我が家にこしらえられたコンテナにドナドナされていく様子を眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まったねー。